皆様こんにちは。こんにちは。東京都中央卸売市場ではオンライン料理教室を開催いたします。日本を代表する数々の料理人の皆様に市場から仕入れた鮮度抜群の食材を使って調理をしていただきます。今回教えていただくのは日比谷フランス家庭料理レストランモルソーのオーナーシェフ秋元さくらさんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。玉ねぎは最高の旨味調味料をテーマに分かりやすく丁寧に教えていただきます。ぜひ皆様もお試しください。さあ秋元さん、はい、今回は市場から仕入れた食材を使って料理していただくわけですけれども、はい、秋元さんにとって市場とは一体どんなところでしょうか。私にとっての市場はテーマパーク。お、キーワードがいきなりテーマパークとですね。料理人にとってやっぱり市場というのはどういうお料理を作ろうというアイデアやエッセンスをものすごい感じる場所なんですね。なので行くと当然料理人はワクワクしますし、こんな料理がしてみたいな、あ、もうそろそろこの季節かっていう気づきもあったりとかして、うちのスタッフもみんなで行ったりするとワクワクする場所であることは間違いないです。もうね、テーマパークっていうキーワードは出ているんですけども、料理人秋元さんから見た市場の魅力って何ですか？そうですね、日本全国を一箇所で感じることができる非常に軽な場所ではないでしょうか。もう季節を問わず北から南まで食材が揃っておりますので、まるでいろいろなところに旅行に行ったような気分にもなれる本当に楽しい場所です。そんな市場からの新鮮な玉ねぎを使って作っていただく本日のお料理は何でしょうか。ハンバーグです。ハンバーグといえば秋元さんのレストランでも、そうですね、大変人気をいただいているお料理ですが、皆様に作りやすい内容に仕立てたレシピをご紹介したいと思います。本日作っていただくハンバーグの材料はこちらです。さあ、それでは秋元さんに玉ねぎたっぷりハンバーグ作っていただきましょう。今日はですね、ハンバーグ塩作っていくんですけれども、いくつかポイントをお伝えしながら工程を進めていきます。まずはですね、卵やつなぎになる部分を一つのボウルの中で混ぜ合わせてしまいます。まずパン粉、そこに牛乳を入れて少し浸します。そこには卵も入ります。ハンバーグをジューシーに仕上げるポイントとして、ちょっと油分、や水分を加えていくんですが、今日はラードを入れてます。そして水分もここで水を入れますね。そしたらですね、まずスーパーで買ってきていただいた合いびき肉を使用していきます。まずですね、機械に通したままのお肉ですから、一回肉同士をですねしっかり混ぜ合わせることが非常に重要です。ここでですね、素材同士があまり仲良くない状態で他の素材と合わせていくと、肉汁や旨味も外にジュワーッと出てってしまいますから、まずは肉だけでこねます。肉がですね、少し糸を引くような感じでです、全体的に混ざってきましたら、ここに、塩を入れますね。お肉の性質上、お塩と合わさるとですね、タンパク質が変質しまして、こう網目状の構造ができたりするんですね。なのでここで今度は塩を入れたらしっかり混ぜる、これすごく重要です。でハンバーグ専門店などではこの時点でしっかり機械を使ってですね、お肉を混ぜ合わせまして、塩の、力で、肉汁を閉じ込めるようなお肉の形にしていきます。触ってると分かるんですが、やっぱりですね、糸を引くような粘り気がぶわって出てくるんですね。なのでできる限りここは頑張っていただいてですね、お肉今日たっぷり量を使用しておりますので、ちょっとパワーがいるんですけど、ここはもうテレビを見ながらこねていただいたり、子どもたちと楽しく混ぜていただいたりしてですね、手を抜かずに、しっかり混ぜ合わせていきます。でですね、ここで塩だけ入った状態で混ぜ合わせましたら、残りの
具材を入れていきます。今日ですと玉ねぎ、玉ねぎはですね、炒めていただいた玉ねぎや生の玉ねぎは好みあると思うんですが、生の状態ですとサクッとした玉ねぎの食感が生かされて、フレッシュな味わいになりますから、今日はあえて炒めずに刻んだ生の玉ねぎを入れていきます。そこに先ほど、合わせました調味料を入れます。ここから先はこねないをポイントにしたいので、素材が合わさればもうそれで、いいです。ここでまた再度グワーって混ぜてしまうとですね、今度はお肉が逆に固くなってしまうんですね。卵やパン粉の、成分で硬さを引き出してしまうので、ここからはもうさっくりと素材が全体的に混ざり合えばもうこれで OK です。これをですね、ご家庭でいや皆さん試していただくと、一般的な味わいに少しプロの要素が入りまして差が出てきます。はい、これで OK です。はい、ではですね、ボウルの中でですね4等分にしてください。今日はですね 750g のお肉を使って 4つなので、1つがですねこんな大きさにでも意外とですね、皆さん家で作られたりするときに思ったよりハンバーグってちっちゃくなってしまって、なんとなく物足りなさが出ると思うんですけども、今日はもうたっぷりもぐもぐと食べていただけるようなサイズで、だいたい1つ 250g ぐらいのハンバーグができるような計算になっております。もちろんこのサイズがですね大きすぎるわっていうご家庭の場合は、それをもう少しちっちゃくて、6等分にしていただいたり、8等分にしていただいたり、そういう形でいろいろ試していただければと思います。でここで成形する際にですね、できるだけ中の空気を抜いていきたいので、こうパタパタと手で、叩いて成形していきます。でこれで一回休ませるんですが、休ませる理由はですね、もう肉が摩擦によってかなり温度が上がってきてますから、焼き付けるときにですね、肉汁がその網目を越えて逃げてきてしまうんですね。なので、冷やして、ちょっと先ほど加えたラードなどがこうギューッと寄った状態で、加熱していくと肉汁の流出も防げて非常にジューシーなハンバーグになります。少し表面の乾燥が気になりますから、こうラップをして冷蔵庫で約20分ぐらい、まあ、もちろんお昼過ぎぐらいに作っていただいて、夜っていうパターンでも全然構いませんので、長い分には構いませんので、ぜひ一度休ませていただけるといいと思います。ではこちらが少し冷蔵庫で休ませて表面が少し硬くなったハンバーグです。熱いフライパンで焼いていきます。まずですね、火をつけまして、約大さじ2のサラダ油を敷きます。そしてハンバーグを乗せますね。冷たい状態だと焼き色がつかないままずっと温度が上がりませんので、あったかくなったところにぎゅーっとこう押し付けるように焼いていきます。その時中心が膨らんできて、中心が生焼け状態にならないように少しくぼませてみてください。これは王道なやり方ですね。であんまり冷蔵庫で休ませすぎてしまうとですね、今度玉ねぎから水分が出てきますから、程よく冷えてきたら焼けるような段取りだといいと思います。強火で片面焼き付けるように焼いていきます。2分ぐらいでいいかな。ここで火が低い状態でじりじり焼くと、色もつかずにこう壁も作れずに水分や油だけが出てしまうので、高温で焼き付けるようなイメージで焼いていていただくといいと思います。はい、そしたらいい色がついてきましたのでひっくり返します。この鍋肌をですね、外側のヘリをうまく使っていただくと大きくても崩れませんので、こうなだらかなこの土手を使ってひっくり返します。これぐらいしっかり焼き色つきましたら、火を弱めて蓋をして焼いていきます。今日ちょっとサイズが 250g と少し大きめですので、約6分ぐらい蓋をして蒸し焼きのようにしていきます。およそ、6分ぐらい蒸した状態です。はい、蒸しに仕上がっています。串を刺してですね、中の肉汁がですねしっかり透明であることをご確認していただくと、
じわーっと出てきます。はい、そうしましたら火を止めまして、さらに盛り付けていきます。よいしょ。はい、底面についてる油がですね、ちょっと苦味や焦げ味の香りもします。少し一回落としていただくといいと思います。焼く過程でですね、出てきた汚れでですね、フライパンに少し焦げの要素もありますから、それをペーパーで軽く拭き取っていただいて、油分は全部吸い取ってしまうとですね、これ旨味の成分でもありますので、ちょっと焦げついてる部分とかなどはお掃除していただくんですが、このお鍋を使ってそのまま、ソース仕込んでいきたいと思います。本当にご家庭では洗い物が多いと大変だと思いますから、私もすごくよくわかります。はい、今日の主役の玉ねぎですね。はい、軽く炒めていきます。玉ねぎが吸う油分はですね、ハンバーグから出た旨味もたくさん含んでますので、このように炒めていきます。決してここでですね、飴色にするまでじっくり炒める必要はないので、ほんのり火が入ってシャクシャクとした玉ねぎの食感を感じてもらえるぐらいの火加減で炒めていっていただければと思います。少し、しんなりとしてきましたら、ここでまず赤ワイン入れます。ご家庭にですね、赤ワインがなくて白ワインがあるようなら白ワインでもいいですし、万が一白ワインなどもワインがない場合は、普通の料理酒でも構いません。一旦アルコールを飛ばします。で、鍋肌についたですね、お肉の旨味もこそぎながら、フランス料理ではデグラッセって言ったりしますが、旨味も溶かし込んでいきます。アルコール飛びましたので、それ以外の成分の素材を入れていきます。このように沸いてですね、もう10秒ぐらいすれば、容量にもよるんですが、ほぼほぼアルコールは飛んでおりますので、そしてまだまだこの後加熱も続きますから、あまり神経質にやらなくても平気だと思います。ケチャップや中濃ソース、ちょっとバランスを見るためにお醤油も入っています。そしてちょっと味が強い場合に備えて、お水で、少し薄めまして、ここで鍋の中でソースを作っていきます。で、一回加熱しまして、ふつふつふつふと全体的に沸騰しましたら、最終的にバターで濃度をつけてコクを加えていきます。ケチャップや赤ワインはですね、火が入ってくると少し茶色っぽい色合いになりますから、その少し茶色くなってきたらもう OK かなっていう風な目安にしていただければと。玉ねぎから甘みも非常に出て、旨味もすごいバランスよく出てきますから、ここまで沸いてきましたら、一回火を止めてバターを入れます。で、ソースに塩は入れてないんですけれども、そのバランスも見て調味料を加えておりますから、もしここで味見してみて塩が少し足りないなっていう場合は、塩を足してください。我々は無塩バターを常に使用しておりますので、もし無塩バターがられる方は無塩バターがいいですし、もし無塩バターがない場合は塩の加減がちょっと心配ですから、少し少ないバターで試していただいて、それで味が良ければそれで作っていただくのがいいかなと思います。で、バターを入れましたら一回、加熱してまた沸いてきたら、これでソースは完成です。今日は、玉ねぎを使いましたさっぱりとしたサラダを付け合わせにしていきたいと思ってます。もちろん付け合わせは、家にあるお素材を何でも作っていただいていいんですけど、季節ですから今日は、レタスのシャキシャキってした食感と新玉ねぎを使ったサラダでいきます。やはりサラダはですね、できればこうボウルの中で、ソースとあえていただいて盛り付けた方が美味しいので、ちょっと手が汚れたりとか道具が汚れたりしますが、この一手間で非常に美味しく仕上がります。本当に新玉ねぎ美味しい季節です。そして、はい、今日のソースは、マヨネーズベースにですね、少し牛乳で柔らかく、濃度を調整して、ほんのりニンニクの香りを効かせたシーザーソースのような、ソースでサラダをあえています。玉ねぎたっぷりのソースを甘
よくやるのはですね、もう切ってしまった玉ねぎを全部もう細かく、まあ、みじん切りじゃなくても千切りや、スライスなどにして、あの冷凍していただくとですね、あのカレーやあの何かこう玉ねぎの旨味をお料理に加えたい時とかに一回冷凍すると非常に炒める時間が3分の1ぐらいで済みますから、冷凍のまま鍋に入れてちょっと炒めるとすぐ茶色い飴色の玉ねぎになったりしますから、そういう使い方をしていただくと、あの使いかけの玉ねぎも生きてくるかなと思います。今日は日比谷のフランス家庭料理レストランモルソーのオーナーシェフ秋元さくらさんに豊洲市場から仕入れた玉ねぎを使った玉ねぎたっぷりハンバーグを教えていただきました。ありがとうございました。